ここから進めそうだ。あれは…なんて様だ。アカシア…オークと来て…今度は何だ。おい、何があったんだ。アカシアになった仲間に襲われて、このザマさん。それだけじゃない。オーク族のやつら、ウォルード軍の傘下にいたはずなのに、まるで誰かに操られてるみてえに急に手のひらを返しやがって。まさかオーク族もアルテマに。仲間はみんな死んだ。俺たちの王も消えた。ウォールードはもうおしまいさ。俺は王のために国に尽くしてきたんだ。なのにあの方は俺たちを捨てた。畜生め。何が王だ、何が神だ。くだらねえ。あんたベアラーだよな。この状況で生きてるってことはそうなんだろう。情けをかけると思って俺の願いを聞いてくれないか。この指輪をある場所に埋めてほしい。わかった、何とかしよう。よかった、ありがとうよ。城壁を越えて王都へ向かう道中にカエラスの森ってところがある。そこに死んだ親父とお袋の墓が、二人の指輪も眠ってるんだ。その墓に俺の指輪を埋めてくれ。せめて最後は家族と一緒に。言ったか。
大な城壁だ。これがストーンヒル関門。王都はここを越えた先だ。突破するぞ、ジョシュア。ああ、兄さん。Yeah!
少し休むか。大丈夫、先に進もう。見えてきたよ。ドレイクスパイン、最後のマザークリスタルだ。この辺りにも死体がないな。灰の大陸に来てから死体を見たのはわずかだ。アカシアになって灰に化したということか。Yes!
せよ。そこか。相手だったな。あの兵士が言ってたのはこの墓のようだ。お前の願い通り指輪を埋めた。家族と一緒に安らかに眠れ。これで。
ジョシア、もう少しでストーンヒルだ。うん、いよいよだね、兄さん。静かだね。王とストーンヒルにはアカシアどもが渦巻いているはず。ここからの道は城へと続く橋だけだ。逃げ道はない。覚悟はできてるよ。生き残りはいないかもしれない。やることは一つだ。ああ、銃まで刺激を。
兄さん。奴を片付ける。
急げ、新手が来る前に。クリスタル神殿はドレイクスパインの根元にある。城を越えないと。行こう兄さん。